1865年のレディング駅駅内部プラットフォームと海岸急駅舎バブとして使われているレディング駅はイギリスバークシャーの中心都市レディングの中心部北側にある鉄道駅。グレートウェスタン本線の拠点駅の一つ。ロンドンパディントン駅から約5 8トルの距離にあり、ロンドンへの鉄道通勤圏に位置する。パディントン駅を起点に、 イングランド西部のブリストルやグロスター、南西部のコーンウォール半島、中部のバーミンガム、ウェールズ南部などに向かう列車が当駅を経由し、グレートウェスタン唯一の夜行寝台列車、ナイトリビエラも停車する。1840年にグレートウェスタン鉄道本線が、レディングまで延伸したのと同時に開業した。2009年から2014年にかけて、大規模な改装を行い、 現在の姿になった。2018、19年には年間1700万人の乗降人員があった。2020年現在は、グレートウェスタン、クロスカントリー、TFL レール、サウスウェスタンレールウェイの4つの鉄道運行会社が乗り入れている。1840年3月30日、グレートウェスタン鉄道のレディング延伸と同時に開業。 当時のパディントンとの最短所要時間は1時間5分であった。当時の GWR 本線は、機関に1 4 0 m m の後期を採用していた。翌年にはブリストルまでの本線が開通した。1844年には駅に隣接して、GWR 直営のホテルが開業。これは、世界初のステーションホテルであった。その後、 1847年にニューベリー、ハンガーフォード線開業。続いて、翌48年にベージングストーク市線が開業。レディングと周辺とをつなぐ路線が次々に開業し、鉄道のハブターミナルとなっていく。同じ頃、レディング・ギルフォード・レーゲート鉄道が、サウスイースタン鉄道のレッドヒル駅からレディングまでの路線を建設開始。途中で、セールが路線を吸収し、 1849年に、レディング駅南東ガーチ平部に隣接して、セール、レディング駅が開業。ロンドンサウスウェスタン鉄道との乗り入れによって、レディングウォータールー駅間の直行列車が運転開始する。1856年から1861年にかけて、GWR 本線が標準機と後機の3線機上化され、1892年までに、 後期列車の運行が終了。これ以降現在まで標準機のみとなる。1899年に GWR レディング駅構内の複々線化、プラットホーム整備が完了し、パディントンからリドコットまでの本線複々線化が完了した。この時のホーム間の連絡には地下通路が用いられた。1939年、セール・レディング駅が電化される。 第二次世界大戦中には、両駅と操車場を狙ったドイツ空軍の爆撃を何度も受けた。戦後の1949年に、鉄道国有化が行われ、イギリス国鉄が発足すると、隣接する2つの駅を区別するため、旧 GWR 側をレディングジェネラル駅、旧セール側をレディングサウス駅として区別するようになった。しかし最終的には、サウス駅を廃止し、 サウス駅発着路線を、レディング駅の新設 4A、4ビットホームに乗り入れさせて1965年に両駅を統合した。現在の4から6番ホームはこの名残である。旧サウス駅は1970年まで貨物用の引き込み線として存続した。1989年に高速列車、インターシティ125の運転が開始されるのを機に、 旧サウス駅の跡地に新駅舎が建設された。また現在の乗り換え通路のある位置に新しい乗り換え古線橋が架けられた。それ以外に駅北側のかつての貨物ヤード跡地に立体駐車場が作られた。旧駅舎はこれ以降パブとして利用される。21世紀になり車両を含む鉄道設備の更新が行われるようになるとレディング駅の構内配線は 各路線のボトルネックとなっていることが指摘されるようになった。線路に複数の平面交差箇所があることで列車同士の支障が起きていただけでなく、ホームが少ないため郊外で入線待ちを余儀なくされることもしばしば起きていた。これを受けて2007年に大規模な配線変更を伴う駅の大規模改装を行うことが決められた。 2008年9月に公表された基本的な計画は次の通りである。これらの工事は2009年から開始された。計画は将来的なクロスレールやヒースロー空港、直結線などの運行を計算に入れて立案されており、また当時進行中だったグレートウェスタン本線の電化計画にも対応していた。グレートウェスタン本線。 リドコットパークウェイまでの電化工事は2018年に完成した。ネットワークレールではこの駅と線路の改良工事に4億ポンドのコストを見込んでいたが、実際には倍以上の8.97億ポンドに達した。しかし一方で、工事自体は順調に進み、当初の2015年に完成する計画を前倒しに、して2014年7月17日に、 女王エリザベスに世臨席の下で完成式典が行われた。ちなみに女王は1989年の改装時にも完成式典に臨席している。現在は1番線から15番線までのホームを持つ。そのうち1から3番線は西向きの東端式ホームに面参線、4から6番線は東向きの東端式ホームに面参線で、7番線は 1>, 1から6番線と同じ駅舎側ホームを共有する通過可能な単式ホームである。残りの8から15番線が島式ホーム4面8線の配線になっている。7から15番線は東西に分けて使用することができるようになっており、そのような場合発車案内では 7A や12ビットのように後ろに A、B をつけて案内される。改装前の2011年までは、 ホーム3面10線の配置で、駅舎側ホームは1から3番線は現在と同じで、現7番線が4番線であった。現在4から6番線がある東側には、東端式の 4A、4ビットホームがあった。4番線から中線を挟んで5番線があり、5番線の逆側が8番線となっていた。5、8番ホームの東側に6番線。 西側に7番線が切り欠きホームとして存在した。8番線と向かい合って9番線があり、9番線ホームの東側に10番線の切り欠きホームがあった。9、10番線ホームの北側に貨物用の通過線があった。駅の入り口改札は南側に2カ所、北側に1カ所ある。南側が開業以来のメインので入り口である。西側に 古戦橋の乗り換え通路があり、南口の新改札と北口駅舎と直結している。この乗り換え通路と南北の改札は2014年までの大改装で新設されたものである。南のもう一つの改札は1989年の改装の時に建てられた駅舎にあり、ハンバーガーショップやカフェが改札外に併設されているほか、鉄道警察のオフィスなども入居している。 乗り換え通路は広く、いわゆる駅中店舗がある。切符売り場は南北駅車内にあり、乗り換え通路直結の南口新改札にはない。南側の2つの改札口の間には19世紀に建てられたイザムバードキングダムブルネルの設計による旧駅舎が現存し、現在はパブとして利用されている。行き先は主な例で運行状況等によって違うホームを利用する場合も、 ある。鉄道は、レディングの西で、ブリストルウェールズ方面とコーンウォール半島方面に分岐する。東は、メーデンヘッドスラウを経由して、パディントン駅に向かう、グレートウェスタン本線と南のワーキンナム、アスコット、トゥイッケナムを経由して、ウォータールー駅に向かうウォータールーレディング線に分かれる。当駅に乗り入れる4社のうち、最も本数が多いのは、グレートウェスタンである。 グレートウェスタン本線、パディントン方面から各線への直通だけでなく、当駅を始発、終着とする近郊への区間普通列車も運行する。またノースダウンズ線を経由して、レッドヒル及びガトウィック空港への便も、それぞれ1時間に1本程度運行している。パディントンへは、速達列車で30分程度、各駅停車で1時間程度。TFL の列車は当駅が、 走行区間の終着駅となり、全列車が折り返す。サウスウェスタンが運行するウォータール・ーレディング線も同様に当駅が終点となる。ウォータールーへは各駅停車で1時間20分程度。特殊な運行となるのは、クロスカントリーの列車で、サウスアンプトン、ボーンマスからレディングで折り返し、走行方向を逆転させて、オックスフォードを経由して、マンチェスターイエンに向かう。 ヒースロー空港との間に直通バスが20分に1本程度運行されている。リーディングステーションエリアリーダベラプメントネットワークレール2016年12月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年7月30日閲覧ステーション S400 ポンド M リーワンプアンベールド BBC ニュースバークシャー b b c ニュース、h t t p コロンススララッッシシュュ n e w s b b c c o u k スラッシュ2スラッシュ5イスラッシュ uk ニュースイングランドバーク社760万 7861stm 2008年9月10日閲覧リーディングレールステーション s850 ポンド m アップグレード2フィニッシュアリー b b c ニュース、https www.bbc.co.uk.news.uk.england.barksha-134375082012 年4月3日。閲覧。クイーンオープンズリバンプトリーディングステーション。bbcnews.https.www.bbc.com.news. UK イングランドバーク社 -283341882020 年1月24日閲覧ありがとうございます